西瀬戸自動車道因島大橋2005年国土交通省国土画像情報をもとに作成因島大橋は広島県尾道市に架かる道路橋瀬戸内海に浮かぶ因島と向島を結ぶ西瀬戸自動車道島並海道を構成する橋梁である1983年12月共用開始総事業費は約675億円 本州四国連絡橋尾道、今治ルートの本州側から2番目にある吊り橋でも、ある。本州四国連絡橋3ルートの橋としては、大三島橋に次いで2番目に竣工した橋であり、吊り橋としては、最初に架橋したものである。インターチェンジでは、向島インターチェンジと、因島北インターチェンジの間にあたる、因島側の橋のたもとは、因島大橋記念公園として整備されている。 男は辛いよ口笛を吹くとラジローにおいて工事中の因島大橋がロケ地に使われており映画のラストシーンに登場する本市連絡高速道路通行料金表参照しまなみ海道は他の本州四国連絡道路と違い瀬戸内海横断自転車道として自転車歩行車道が整備されておりその通行量が発生するサイクリングのメッカであり そのため整備が行われており、例えば2014年7月から2015年3月末まで、島並サイクリングフリーとして、他の島並海道筋の橋と同様に自転車、歩行者道を無料開放している。上側に車両の通行が、下側に歩道の欄干が見える。橋の内部幅約800メートルの布刈りセットと呼ばれる。この海峡は、セット内海における主要航路である。 来島海峡の副航路、三原瀬戸航路を構成しており、1日あたり400隻の大型船舶が通行するため、桁下は50メートルと設定された。これを実現するため長大橋とすることになり、当時国内最大級の吊り橋が架けられることになった。桁はトラス構造のほつし桁で、ダブルデッキつまり二層式であり、上が車道で、下である、この橋は国内の吊り橋において、 初めて交渉版を採用したものである。世界で初めて祖先数127本のストランドが用いられた橋でもある。ここで確立した技術経験が、後の大ナルト橋や、瀬戸大橋、来島海峡大橋、明石海峡大橋などの吊り橋架橋に活かされることになった。なお、完成当時としては、日本最長の吊り橋であったが、2016年現在では、 国内8位の吊り橋となっている大浜崎灯台記念館因島大橋開通を記念して因島川田元に当時の因島市が整備した総合公園で芝、そばに大浜崎灯台があり大浜崎灯台記念館はこの公園内に一致している。また、この公園の西側に島並ーチや因島、アメニティプールがある。ありがとうございます。